どうもおはようからこんばんは、若殿です。信長の野望創造パワーアップキット版北条家編、続きを撮っていきたいと思います。そういえばですね、この箕輪城に所属しております彼、上泉さん、この人あれ大光一年では名前光泉なんですよね。まあ信長の野望では上泉なんですよね。なので前回ですかね、なんか壮大にこう名前を読み間違えたかなって思ったんですよ。おっと、立志大光立志殿には剣聖と歌われる Come with me こと上泉信綱。あ、待て、あの解釈は頼んでない。待て、切るな ほんまごめん、あの代わりに上主にする件許して。ほんまごめん。おー、拝命つかまつりました。なんとか剣を収めてくれたようですね。ありがとう。さすが剣聖と呼ばれた剣豪とのことだけはありますね。さて、まあそんなこんなで我が北条家、まあね、上杉さんが名手として反北条家連合をまあ作ったみたいですね。まあそれに我が軍は対抗していこうと。前回はまずはこう佐竹を倒してで関東統一と言いましたが、まあこの北条家の野望、まあ、勝利条件の変更です。この反包囲網を全滅、それでクリアとしましょう。いやね、最初はこう名手の上杉を倒したらいいかなと思ったんですけれども、まあ、兵力がね、これ上杉は2万、我々は6万5千、圧倒的すぎるんですよいくら相手が越後の竜といえど相模の獅子のこの軍勢にはかなわないでしょうね。なので他にも連合に、参加している伊達家とか、あとは相馬佐竹、あとはまあしょうもないのがもろもろですかね、彼らを全滅させて、もうこの北条家の完全勝利と、それでまあこの北条家の野望終了といたしましょう。さてではね、その前にこの政策を執り行います。でこの援交金工策でこれを実施することによって、なんと全国の大名と、まあ、交渉ができるようになります。まあね、家を守りたくば我が北条家に味方せよということで全国に檄を飛ばしております。なのでちょっと一旦だけ待ちましょうか。一体どういった状況になるかです。お、織田家を立志者、何でしょう、織田城防衛、あーなるほど、まあいいやろう。あーもろ攻められてるんですね。いいだろう、相手をしてやろう。おお、助けました。そして宇治政も一旦行かせましょうか。元桜からも安住さん、我が戦ご覧に入れよう。この三部隊があればまあいいでしょう。ということで織田家救援です。何、佐竹家と戦になりましょう。無用な戦を避けるためにも部隊を迂回させてはいかがでしょうか。いや迂回しないよ、佐竹は潰すよ。実は織田家にも使者を出してるんですよね。我が軍に従属せよとな。さあ佐竹よ、フルボッコしていくぞ。お、織田家から返答。そうだ、これも家を守るためだ。我が軍門に下るがいい。出陣する。さてぶつかりました。どうぞ。ぶつかりましたね。お任せください。承知いたしました。まずはこの2部隊で佐竹義明貴様を追い返すぞ。加勢します。おっと、諦めたか。さあ、あちこちから返事が来ておりますよ。
で、どうなったか、どうなったかと言いますと、ほうほうほう、なるほど、これだけが我が味方になったということですか。まあつうてもね、ちっちゃい大名ばっか使者を送っていたので、まあそこまで大したことはないですね。ふむふむ。で、なぜかね、この辺もこの辺も従属させてます。まあ、今回の話では全然関係ない部分なんですがね、あのアマゴも従属しましたよ。さて、これで味方はかなり増えましたよ。まずは織田家の救援ですね。おお、なんか各地から姫を娘として差し出すと。なるほど。おお、おなごじゃ、おなごじゃ、おなごが。表情を始めましょう。なんかいろいろ見たことのあるような顔もございましたが、報告いたします。さて、まあ、織田家救援ということで佐竹を今攻めているんですけれども、そうですね、これによって佐竹の兵力は削れるんですよね。なのでこれをチャンス、まあ、好機としまして佐竹攻めいきましょうか。じゃあ長野のじっちゃん、いってらっしゃい。彼らを中心とする部隊でまずは佐竹攻め。それとですね、まず上杉を攻めるにあたって、この辺ですね、この辺の道かなりね行きづらいんですよ。毎回思うんですけれども、だいたいこう関東から越後に行こうと思うと、まあ沼田からこの坂戸っていうんですかね、坂戸城、この道ぐらいしかないんですよ。あとは迂回してこの武田領を通っていくかですね。まあ進軍するとしたらこの2ルートからなので、まずはここ沼田を落としましょう。できればね、この辺に城を作りたいんですよね。こっからここまででまあまあ日数がかかるので、で絶対に上杉、この辺で防衛線を敷くので団子になって、で兵糧が尽きてくるんですよ。それを防ぐために沼田を落として、かつこの辺に城を築く。そのためにまずは沼田を落とすために兵を出しましょう。相手は上杉ですからね、綱重さん、いってらっしゃい。あとはそこそこ兵は揃えておきたいですね。なので川越を中心とする部隊を向かわせましょう。五詰めとして箕輪周辺の部隊も、まあ、考えておきましょう。さて、これだけの部隊で落とせるかどうか、まあ上杉もそんなに兵は多くないので大丈夫でしょう。そうっすね、まあ宇都宮城あたりの兵も出しましょうか。出るとするか。あの兵ほとんど回復してないんですね。無理に使う必要もないでしょう。では江戸城から大道寺正成、彼を向かわせましょう。こんなもんですかね。ではスタート。沼田助光の本心が高まっています。いや、使者を送ったつもりないんですけれどもね。まあいいでしょう。この戦、我らの勝ちだ。
さあ覚悟しろ佐竹。シーズン1では我が北条家と同盟を組んどったが、今度は逆に貴様らを我が軍が潰すぞ。そうですね、太田助政さんは一旦織田家の織田城で兵糧を補充してから佐竹攻めに行きましょう。女に負けて悔しくないのか。そうだそうだ。なんでこの北条氏政と安津さんも一旦兵糧を補充させてもらって、この石岡攻めです。お任せください。ちなみに援軍出せるんですか。ほうほう、あー出せるっちゃ出せるんですね。なるほど、アシナさんに伊達を攻める。なるほど、まあ、そういうこともできるんですね。さて進んでいくぞ。この北条たちは兵力はまあまあ減ってるんですね。この戦我らの勝ちだ。さて沼田攻めどうですか。ああぼちぼち兵は来てますね。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。で今回姫を武将として使えるようにしているので、こう幼女が増えることによって同時に武将も増えるということです。さて上泉先生、あなたにはこちらから迎撃してもらいましょう。そうですね、この国峰城からも出しましょう。出陣するぞ。どんどん進軍していきますよ。逃げるなら今のうちだぞ。そうだそうだ、恐れおののけ。我らには勝てぬぞ。長野のじっちゃん頑張ってください。力を合わせ戦い抜くのだ。さてタメさんがまあまあやられてますね。一旦下がらせましょう。相手は、顔だけを見るに斉藤と中条か。この人は知らないな。あー小島さん、鬼小島さんですね。なかなかの兵を揃えてきてるじゃないですか。ならば一部隊援軍として差し向きましょう。命を無駄にするでないぞ。ご命令くだされ。報告いたします。さて、まあ兵糧もまあまあ減ってきてるんですね。ご用を受けたまわります。家宝、武器ですか。買っておきましょう。ありがとうございました。いやいや、土下座外交じゃないですよ。むしろ我が軍の方が有利ですからね。まあ、くれてやるというところでしょうかね。さあでは続きです。まずはここ石岡城が落ちました。なので減っている部隊は下がらせましょう。そして残りの部隊でまずは本城太田城。お任せください。耐久は6000か。長野のじっちゃんの4500と。そうですね、いや違うな、長野のじっちゃんは2300。ふむふむ、任せくだされ。と笠原さん、あとは宇治政でいきましょうか。お任せください。佐竹援軍来ないですね。本当
我が軍略お見せしよう。また見捨てられてますね。力を合わせ戦い抜くのだ。敵将捕らえたり。さて正岡城っていうんでしょうかね、落ちましたね。大田助政さんにはこのままこちら石塚城に攻めてもらいましょう。お任せください。承知いたしました。さて沼田攻めはどうですか。ああ方位に移ってますね。いいんじゃないの。上泉さんもここで守ってもらっていますからね。那須家と伊達家、ふむ、援軍ですか。ほうほう、外交と内政に使えそうな人が仲間になりましたね。仲間って言ったら元服ですね。表情を始めます。報告いたします。さて、お、まだ従属できるんですね。どこですか。ここは別所。いや別所じゃないな。どこなんでしょうね。従属、あ、一条か。そんなところか。まあいいでしょう。さて佐竹攻めと沼田城攻めの続きです。かかれ。おっと伊達家とぶつかっていますね。おっと引いていきますよ。愚かなり。命を無駄にするでないぞ。我が策、戦場を制す。参るぞ。我らに勝てると思っているのか。命を無駄にするでないぞ。さてあとはもう包囲するだけですか。おっと一条従属ですね。逃げ道は与えぬ。いいですね。どんどん味方が増えていきますよ。ほう、お、宇治安の次男。うわ強いっすね。表情を始めます。報告いたします。お、浪人もいるんですか。アシナとの同盟か。延長延長。てかさ、あの姫がすごい来てるじゃないですか。あの見てください、小田原武将。これこのスクロールするまでずっと北条ですよ。全部幼女です。うわ多すぎだろこれ。さあ大したことないの能力がいっぱいいますけれども。いや気のせい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 。この外交をこの示すこの緑の黄緑の線もすごいですね。ほう、交渉ですか。あ、南部ですね。南部とはね外交を進めているんですけど、もう少しですね。沼田が落ちないですね。長尾正影か。いいやつを置いているな。さあ各地との外交も進んでいますよ。さて上泉さん、そろそろ下がらせましょう。城へ戻る。米がないですもんね。出陣する。あ、そう言ったら来るんだ。なるほどね、頭いいね。出るとするか。では別の部隊に行かせましょう。平井城から出しますよ。敵将捕獲した。おっと包囲不完全ですか。ああ兵糧ですか。しょうがないな。まあ下がらせるのもなんですし。
さて味方の兵糧がかなり減ってきているので、こちらから部隊を出して、まあ、増援として向かわせましょう。あとほんのちょっとなんですよ、これほんのちょっとで落ちるんですよ。なので、まあ、こちらの太田さんにはちょっと北へ向かってもらって、この黒川ですかね、彼の迎撃に向かってもらいましょう。みんなもう少し耐えてくれ。おお、織田家から感謝ですね。あの織田信長じゃないですよ、関東織田家ですよ。表情を始めます、報告いたします。まあもう少しでこのパートも終了なので、まあこのまま進めていきましょう。助立ちします。力を合わせ戦い抜くのだ。廃武器法っていうんでしょうかね。いや知らんイベントは何十回って見てるけど、実際何なのかは知らないですね。まあ、鉱山を増やせっていうクエストですね。さて沼田が落ちました。ここの部隊ももう下がるでしょう。帰りましょう。そうそう、帰りましょう、帰りましょう。綱重さん一応向かわせましょうか。かしこまりました。太田さんは撤退です。あ、引き返したのにまた来るんだ。我が領内に敵が迫っております。イロベが美濃輪に攻めてくる。しかしたった500の兵で何ができるんですかね。さあ下がっていきますよ。まあ一旦撤退させましょう。力を合わせよ、さすれば勝つ。敵将誤爆した。さて佐竹が落ちました。曲もまああれですね、攻められるような BGM じゃないので、おそらく敵さんは撤退していくことでしょう。さてでは今回のパートはこれで終了ですね。まずは佐竹が落ちました。そして沼田城も落ちました。あれ、岩木さん攻められてる。あ、しかも曲が変わったぞ。騎乗するぞ城へ戻る。まあいい、まあ上杉もね貨幣で挑んでるようなので、まあ来るなら来るで相手をしてやりましょう。ということでこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。若殿でした。